どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこのちっちゃくて薄い G ラボの薄レレウクレレガズモデルを使いまして、いろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ皆さん音楽始めましょう。今回のテーマソングはこちら、ドン、あいみょんの愛を知るまでを。このね、まっすぐなラブソング、元気いっぱいです。このウクレレで思いっきり全開で歌っていきましょう。いつものように2バージョン。最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしているガズレレ流超シンプル簡単バージョン。ゆっくりやります。後半はかっこいいバージョンです。かっこいいバージョンはあの独特のこうグルーヴ感とか、ちょっと響きのね、美しいコードなんかも登場するかっこいいバージョン。2バージョン最後までぜひともご覧になってください。さあ皆さん音楽始めましょう。音楽って聞くのもいいんだけど、やる方がもっと最高なんです。今ご覧くださってるガズレレ YouTube チャンネルではですね、今まで音楽やってみたかったけどやったことないんです、ちょっとチャンスなかったですという方とか、楽器に挑戦したことあるんだけど難しくて挫折しましたみたいな方が、あっという間にこのちっちゃいウクレレ弾いて歌う弾き語りができるプログラムがあるんです。このガズレレプログラムがもう超簡単で分かりやすくて、もうモリモリ音楽できちゃうわけ。これでね、もう今世界中の方がガズレレで何十万人も音楽始めてます。皆さんもすぐできるプログラムですからね。このプログラムもうちょっとしたらここにリンク貼り付きます。このリンク先に後で飛んでもらってジャンプしてもらって、上から順番に YouTube 動画見ながらウクレレ触ってるだけでどんな人でもあっという間ですからね。 YouTube 動画ですから無料です。今すぐ音楽始めていきましょう。じゃあここからですよ。はい、いってらっしゃい。クリック、いってらっしゃい。そこにはですね、今までガズが取りためてきたこの世の中にあるありとあらゆる音楽ジャンルの曲が、このちっちゃいウクレレ一本で弾いて歌う弾き語りができるようになるレッスン動画と課題曲、もうすでに1600曲以上を優に超えてます。皆さんの好きな曲たくさんあると思いますよ。これからどんどん音楽やっていきましょう。はい、それでは今回のテーマソング入っていきましょう。あいみょんの愛を知るまでは、まずは初心者さん向け超シンプル簡単バージョン、ゆっくりやってみます。知るまではガズレレ流シンプル簡単バージョン、ゆっくりやってみました。ゆっくりやったんですけど、歌が難しいですよね。これね、あいみょん節なんですよ。あいみょんをいろいろこうね、カバーとかするとですね、あいみょんならではの言葉のタイミングっていうのがだんだん分かってきます。分かっているんだけどやると難しいですけどね。要は言葉がこうまたぐんですよ、リズムをね。そこの言い方がこうささっと早くいくところと溜めるところとあって、この辺のね、もうあいみょん節、もうしっかりこう
握りしめていきましょう。これね、結構難しいですよ。聞いてると心地いいんですけど、いざやってみると大違いということなんですけど、まずはね、今のシンプル簡単バージョンやってみてください。今のは聞いていただいて分かったと思うんですけど、ガズレレオリジナルショートカットバージョンで、A メロから A メロ2番、で、B メロやってサビをやってもう終わったという、本当に1番だけをこうやったというところなんですけれども、後半のかっこいいバージョンでは、イントロとか1番全部やった後に、もう一回 B メロに戻って最後のサビを繰り返す、ちょっとセミロングバージョンになってます。まあそれでもショートカットバージョンなんですけど、もしフルコーラス全部やりたいなという方いらっしゃったら、1番とコード進行は一緒ですので、2番の歌詞を書き加えてオリジナルの楽譜を書いちゃう。これをおすすめします。まあなんですけど、ひとまずは今のシンプル簡単バージョン、まずシンプル簡単版のガズレレ YouTube 動画と一緒に合わせて練習してみてください。コードと歌詞出てますんで、ゆっくりなんでね、まずあれに合わせるのがもうファーストステップだと思います。あれに合わせるの、ゆっくりバージョンでも難しいと思います。歌のタイミングやっぱりね。コードも結構ね、こうスイスイ変わるところもあったりとかするんで、まずはそれやってみましょう。で、一緒に合わせられるようになった方、まずはおめでとうございます。ここはファーストステップですから。したら、合わせられるようになった方は、どんどん次のステップに行きましょう。次のステップは一体何かというと、今度はガズレレ YouTube を一切見ずに、ご自身だけで一人っきりで歌ってメロディーとこうリズムを生み出す、音楽を生み出すをやってもらいたいんですよね。でも最初から歌詞とコードを覚えてるってわけにはいかないでしょうから、まずね、やっぱり楽譜みたいなものを用意していただくといいと思うんですよ。楽譜を見ながらだんだん体に落とし込んでいって、いずれは大空の下でこうね、空を見ながら歌うとか気持ちがいいって覚えちゃうのがいいと思うんですけど、まず楽譜練習は入っていきましょう。でも楽譜ってどこにあるんですかって話になると思うんですけど、安心してください。今のね、愛を知るまではですね、これ見て、ガズが手書きで書いたこのノート楽譜を見て今演奏してきました。もうちょっとしたらこんな風にみんなも書いてみたらいいんじゃないということをシェアしようと思ってこんな風に写していこうと思うんですけど、今めちゃくちゃ便利なサービス始まってるんです。これです。はい、ガズクラブです。このガズクラブというのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日のあいみょんの愛を知るまではを含むガズが手書きで書きまくってきたもう膨大な数のノート楽譜の山ほどのストックの中から、皆さんやってみたいな、面白そうだなと思う曲を毎月5曲お手元にダウンロードしていただいて、すぐに練習に入っていけるよという画期的なサービスなんです。で、このガズクラブなんですけど、楽譜のダウンロードだけじゃなくて他にも山ほどいろいろあります。最新情報としては、ガズクラブメンバーだけが、めちゃくちゃ便利に利用できるアプリがあります。このアプリがあるんですよ。会員メンバーのすごいですよね。あとはですね、毎月2回行われている、ガズクラブメンバー限定のオンラインライブ配信、これがもう世界中からの参加でテーマ曲が毎回決まっててめちゃくちゃ盛り上がります。もう汗だくだくでもうわーってね、オンラインでこんなに楽しいんだって感じです。次回の日程はこちらになっております。これ皆さん、ガズクラブのメンバーになってこのイベント参加してください。毎月2回です。あとね、ちょっとガズクラブとはちょっと違うんですけど、ガズレレ大学っていうのもやってるんですよ。こちらは、YouTube のメンバーシッププログラムっていうのをやってまして、この今 YouTube 見てるここにメンバーになるというボタンがね、パソコンで見てる方あると思うんですけど、ここでですね、毎週2回ライブ配信をしながら、ウクレレのリズム練習、基本リズム練習も、なんか千本ノックみたいなやつですね。とか、面白いリズム構成とか、結構このお勉強です。大学ってついてるぐらいですから。このガズレレ大学は結構ね、こう、真面目ですよ。真面目。トレーニングです。はい。だから、ガズクラブとガズレレ大学、ちょっと分かりづらいんですけど、ガズクラブは楽譜を5曲ダウンロードできたり、もうわちゃわちゃやる、なんかこう一つの街みたいなイメージですね。ガズレレ大学はちょっとアカデミックに、お勉強の場所になってますね。キャンパスライフみたいなね。まあこれ面白い。2つのこの活動してますんで、ぜひご参考にして、ちょっと概要欄にこの2つの詳しいこと書いてありますんで、ご覧になってください。それとあともう1個最新情報なんですけど、ガズラジといって、ガズが朝7時半から毎朝ラジオ放送配信してます。スタンド FM というところで、ラジオ配信してます。どなたでも無料でいつでもどこでも聞けて、アーカイブも聞けるようになってますんで、この辺のことも概要欄に書いておきますんで、チェックしておいてください。はい、それではですね、楽譜を見てまいりましょう。愛を知るまではあいみょんでございます。はい。で、これイントロって書いてあるんですけど、これね、後半やるかっこいいバージョンではイントロつけます。ちょっとね、変わったコード出てくるんで、で、今のシンプル簡単バージョンはいきなりこの歌から始まりましたということをまずお伝えしておきます。で、このくるっと囲ってあるやつは、後半やるかっこいいバージョンではこのコードを使いますよとかね、いうね、メッセージも入ってある。ここにもちょっと書いてあるね、いろいろ。これ2回目は止まるとか、はい、繰り返しのところでこれかっこいいバージョンの説明になってます。だいたい下に書いてあるのは、はい、ここに矢印が書いてあって、これリズムがドーンと前に突っ込んでいくシンコペーションだよということとか、下に書いてあるのはだいたいが、かっこいいバージョンのメッセージだと思っておいてください。こことかね、キメが入りますとかね。はい、じゃあ見ていきましょう。これ写しとくんで、一時停止してノートに書き出してください。はい。で、これ見てもらうと分かるんですけど、この点がね、これ歌のねタイミングめっちゃ難しいんですよ。ここの
点でこれいっぱい一回休符が入ってから歌うよということです。これで言うとワンツースリーフォー、うん、いざてのなるほう、うん、こんな感じでリズムが測れますと。はい、これをメモっていただくか、あとはね、デモ演奏中の動画のテロップを メモってもらうのもいいと思うし、先ほど紹介させてもらったガズクラブでこのデータ、ノート楽譜のデータそのままをダウンロードしてもらうのが一番ね効率的だと思うんですけど、どっちにしても、楽譜を用意してください。まあじゃあ 1番、A メロ1番を移しました。イントロからですか。はい。でここは A メロ2番。ここからリズムが入ってくるんですね。かっこいいバージョンでは。はい。かな。でここ B メロになります。ここでちょっと盛り上がる G7 が2ブロック、1ブロック追加になってるってことですよね。はい。シンプルな曲ですね。あいみょんはこういうね、コード進行するストレートなんですよね。そこがまた、なんかこう、素敵。はい。じゃあ、ここサビです。このサビがね、もうほんとなんかすごいですね。はい。もうなんかピュア。まっすぐという感じです。はい。で、ここにさっきも言ったけど、矢印がこう入ってくるよというところがあったりもしますと。はい。で、今のシンプル簡単バージョン、このサビやっても終わったんですけど、かっこいいバージョンではこっからまた見て、B メロ行って、サビやって、終わるということになります。ここ終わったら B メロにまた戻ってまたサビやるんですけど、それ後で解説しますけど、ちょっと弾き方を変えていきますね。かっこいいバージョンで。はい。じゃあちょっと出てくるコードをご紹介しましょう。ちょっと今日場所がなくなっちゃったんで、見てもらいたいんですけど、これ見て、赤く囲ってるコードは後半やるかっこいいバージョンで出てくる。今やったシンプル簡単バージョン、この映ってるこのね、7個のコードです。読んでいきます。C と Am、F と Dm、G7、E7、Em7。これめちゃくちゃ入門コードですから、この7個のコード。これはやったーって感じですよ、皆さん。ガズレレでは、おなじみの入門コードのグループ、こちらで全部できます。ドン！ガズレレ必須コード。このガズレレ必須コードっていうのは一体何かというと、このちっちゃいウクレレで音楽始めたいなと思う方に一番最初に覚えてもらいたい、ウクレレの入門コード、10個のグループでございます。10個も覚えなきゃいけないのと思うかもしれないんですけど、入門コードだから1個ずつ見たらどれもめちゃ簡単。だけど10個いっぺんに覚えようと思ったら頭がごちゃごちゃになってこんがらがっちゃうんで、私がめちゃくちゃわかりやすく頭にスイスイ覚えられちゃう、すごいいい動画撮ってます。ここにそのコードを覚えられる動画ひっつけておくんで、ガズレレ必須コード10個、遅かれ早かれ覚えちゃってください。今日はそのうちの7つのコード出てきますからね。あと3つ覚えちゃったらもうバッチリ。じゃあここからかっこいいバージョンの解説に入っていこうと思うんですけど、いつもこのタイミングで伝えたいのはやっぱ歌ですよ。この A メロの歌い出しとかもうすごい難しいから、リズムをちょっとこう分析すると、ワン、ツー、スリー、フォー、いざ手のなる方へと導いたのは誰でもない自分自身なのに自信がない笑っちゃう。このね、またぐところとか伸ばすところとかこのタイミングはですね、これは相当聞き込みました。はい。皆さんちょっとそこら辺がっちり掴み取ってから演奏入っていくと、より楽しめると思うんで、一回この4つ引きで、歌聞き込んで、かっこいいバージョンの練習に向かっていくのがいいと思います。じゃあここからかっこいいバージョンの解説に入っていきます。かっこいいバージョンではですね、3つコードが追加されるんですけど、そのうちの2つは、前奏で出てきます。じゃあ1個目これです。 C サス4、これは簡単。 C を押さえといて、ここよ、2弦の1フレット、はい。 C から C サス4、これいいでしょ。 C から C サス4、はい。じゃあ次どんどんいきます。はい、これです。 C の ADDQ って書いてあるんですけど、これ C のアドナインスと呼びます。これも簡単なんですよ。 C を押さえたまんま3弦の2フレット、これです。これはい、これのね、 C とさっき出てきた C サス4と C と C アドナインスでイントロ、この3つのコード行ったり来たりしてイントロが行われますということで、後でちょっとねイントロも解説します。あともう1個、曲の中で1回だけ出てくるコードはこれですね。 G7 サス4、これはもうおなじみだね。入門コードのうちの1個の G7 を押さえといて、小指見て、ここ1弦の3フレットを押したらサス4、離すと普通の G7、 G7 サス4と G7、 これ行ったり来たり、こんな感じで使っていきます。はい。じゃあ今日のね、この曲のリズム紹介、これはリズムが結構かっこよくて迷うところだったんですけど、今日の出てくるリズムこちらです。ドン！ガズペジオと16ビートのチャ、あとシンコペーションが入ってきます。これね、8ビートでもね、ノリが出せるかなという感じなんですよ。あいみょん独特の8ビートっぽくもあるし、16ビートっぽくもある。あいみょんの代表曲であるマリーゴールドもこういうリズムなんですよね。8ビートで弾いても全然かっこいいし、16ビートでもかっこいいっていう、
迷うやつなんですよ。で今回は、16ビートのチャーのバージョンでガズはやろうと思うんですけど、今も言ったように8ビートでもこの曲全然いいんで、16ビート難しいなという方も8ビートのチャーでも全然大丈夫ですから、はい、ちょっとどっちかあの皆さんあのお好みの方でいいと思いますけど、ガズのデモ演奏は一応16ビートのチャーということにしておきましょう。今映ってるじゃあこの弾き方なんですけど、ここにリンク貼っておきます。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中にそれぞれの弾き方濃厚解説動画がもうすでにアップロードされておりますんで、もうすり切れて穴が開くほど見てリズムの勉強をしてください。でこのガズベジオっていうのは、イントロから A メロ1番でガズベジオを使って、あと、かっこいいバージョン繰り返すなんですよね、B メロにまた戻ってくるんですけど、この戻ってきた B メロでもガズベジオを使います。どんな弾き方かこうです。ピアノっぽいこうなんかつまびいてる感じの弾き方ですね。で、さっきもちょっと紹介するって言ったんですけど、イントロでね、このガズベジオのちょっと紹介しましょう。イントロ、はい見て、さっき出てきたサスフォート C、アドナイス C、サスフォートね。これやってみましょう、イントロ。ワン、ツー、ガズベジオで、はい。はい、これがイントロです。この C サスポート、C アドナイスと C が行ったり来たりなんで、もうね、ガズの場合は1弦の3フレットも小指で押さえちゃって、こういう風にどっちでも行けるようにしてるという風にやってます。これまあお好みですけど、ちょっとこのガズペジオを使ったこのイントロ。あと、A メロの一番最初のこの流れで、いざ手のなる方へと、導いたら、こんな風につまびく感じで A メロ行ってみたいと思います。はい。そしてですね、A メロの2番から、16ビートのチャに入るんですけど、この16ビートのチャっていうのがその軽やかな感じでやりたいんですね。ガチャガチャしない感じでちょっとやってみると、 A メロ2番からせーの、走れど走れど続く人生という名の真までのエピソードは、ゆったりこうなんていうの、ぐいぐい来る感じ、腰から来る感じ、ちょっとグルービーな感じでいきたいし、軽やかに、この感じがなかなかね16ビートのチャーの難しいとこなんですけど、この16ビートのチャーっていうのは聴いてると気持ちよさそうでかっこよくて簡単そうに聞こえるんですけど、やるとね結構難しいんですよね。先ほどのねあの弾き方のレッスン動画のところ16ビートのチャーのところでなるべくこう優しくとかいろいろコツを伝えてますんでね、じっくりちょっと練習してこの軽やかなあいみょんならではのこの16ビートのチャーやってみてください。でさっきも言ったんですけど、ここ8ビートのチャーでもね十分かっこいいと思います。やってみると、走れよ走れと、ゆったりしたイメージになりますけど、8ビートのチャでもかっこいいと思う。はい、でそのまま B メロに突入して、 B メロも16ビートのチャのまま行くんですけど、シンコペーションが入ります。無理やりに抱きしめ、 B メロの後半ですね、無理やりに抱きしめてたからやってみましょう。ワン、ツー、スリー、無理やりに抱きしめた、ターン、ここですね。16ビートのチャなんでダウンで Am になります。ここの場合 Em の次の Am の前に入ってるでしょ、ここね、無理やりに抱きしめてた、ここのこれが矢印マークのところで今リズムがドーンと前に突っ込んだ、これがシンコペーションということになりますね。はい、でその続きにキメが入ります。心恋なほどて、次です、イエーイ、タッ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 ツクパーン、こんな感じ、バンダ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 ンツクパーン、こんな風に口で表現したいですけど、まあできればこれカッティング、これで今左手で音止まってんですよね、右は止め、左手で触って止める、こうやって音鳴ってる時に左手でパッと触ると音が止まる、これを応用してるカッティングという技があるんです。このカッティングという技ちょっと面白そうと思った方、さっきのリズムいろいろところにね濃厚解説レッスン動画ありますのでちょっと見てもらいたいんですけど、こういう時役立つんですよね。もう一回やってみると、ここがいいかな。でここからサビに入っていきます。サビもこのまま16ビートのチャで、優しい心をで、この次持ちたいのだけれど時に、今のこの CCCG7 っていうのがあるでしょ、これね、持ちたいのだけれど時にはのこの時にはのとのところで G7 です。もう一回せーの、持ちたいのだけれど時にはがむしゃ
からみたいな感じ、ジャンクジャカジャジャスタシダーンって最後一回 G7 に行って次のブロックに渡っていく。ここはワンブロック4つでちょっと決めっぽい感じで行きましょう。あとはね、シンコペーションが一発入ってきたりとか入ってこなかったりとかするということで一回サビが終わるんですけど、その後今度ね、かっこいいバージョンでセミロングバージョンになってまた B メロに戻ります。で、 B メロに戻った時の B メロではガスペジオを弾きます。つまびく感じでちょっとおとなしくなります。そしてだん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 このサビに向かって盛り上がっていって、これサビにまた戻る優しい心、ここはですね、なんと無音になります。無音っていうのは、もうちょっとそこやってみると、無理やりにだ、 B メロの最後ね、埋めてた心を今を優しいってこういうアカペラになるってことですね。で、アカペラになったところが戻るんですけど、リズムが戻るところ。ここがちょっとね、さっきの CCCG7 のところ途中で入ろうと思います。ちょっとやってみると、優しい心を持ちたいのだけれど、時にはこのドの C から、ドの C やいく C、持ちたいのだけれどの時に C と G7をというは4回コードが書いてあるうちの最後の2個だけ弾くってことですね。もう1回やってみます。持ちたいから、持ちたいのだけれど時には何、こんな感じでリズムにまた戻っていこうと思います。で、そこまで最後までやって終わるというのがガズレレかっこいいバージョンでございます。ということで、これね、演奏は結構シンプルなんですよ。まあ、シンコペーションとか入ってくるっていうのもあるし、難しいコードっていうのもそんな出てこないんですけど、やっぱりこのね、16ビートのリズム気持ちよく乗りながら、歌の言葉のタイミングがやっぱりこの曲一番難しいと思うんですよね。メロディーラインもだけど、やっぱりね、言葉のタイミングだと思います。これがね、やっぱりこう、言葉に釣られちゃうっていうか、グルーブがちょっとね、失われつつは、失われないように言葉もこう、詰めていきたいというか、そこら辺がね、相当脳トレで面白いところだと思うんですけど、いや、これは相当やっぱ歌をやっぱりね、事前に4つ弾きで確認しておくのがここで大事になると思いますね。まあ、このような感じで、こう、シンコペーションだとか、ガスペーションでいろんな弾き方だとか、決めとかあるんですけど、あのね、やっぱり歌、やっぱ中心がやっぱりガズレレではすごいな、いいなといつも思ってるんで、歌詞もやっぱ読み解いて、これ読んでみると歌詞もね、すごくこうなんかこう考えさせられるっていうかね、愛についての歌。こういうもうなんかやっぱ心持ちも大事ですから、感情をたっぷり込めて、さらにこういうエモーショナルに演奏できるように、こんなような二つが混ざるのがかっこいいと思います。はい、じっくり行ってみましょう。それでは行きましょう。あいみょんの愛を知るまではガズレレ流かっこいいバージョン、やってみる !1,2,3,4
しい心を持ちたいのだけれど、時には流さない怒って涙は真に受け止める。愛を知るまでは死ねない私なのだ。愛が死ぬまではガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。これリズムとかはあいみょんならではのこのカジュアルなね8ビートっぽい16ビートっぽい感じなんですけど、この歌のメロディーとか歌詞の内容とかすごく考えさせる結構深いねメッセージが詰まってるかなと思いながら、まあ本当でもねなんかやっぱりあいみょんの色がすごくよく出てるというか、なんかもうねキュンとしちゃいます。皆さん思いっきり楽しんでやってみましょう。さあ皆さん、お知らせでございます。ガズレレではですね、ほんといろんなことやってます。まあ、例えばグッズ、このキャップとか T シャツとか、こうストラップとか、この水引きとかもありますし、こう本があるんですよ。今これ出てる本プラス、最近この本もリリースになって、これもね、もう全部合わせて累計ね、もうね、15万部ぐらいの、皆さんにご購入いただいて、本当にご活用していただいてるんで、まあこういう本とかもね、書籍もいっぱいあります。ガズレレで出してるこういう本とか、アプリとかもあるんですよ。まあ詳しくはね、公式ホームページ、ガズレレ公式ホームページ見ていただくと、もう盛りたくさんなことやってますんで、ぜひとも皆さんフォローの方よろしくお願いいたします。それでは本日はガズレレ YouTube 動画見てくださってありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。